皆様おはようございます。お元気でしょうか。いつも無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、鶏の胸肉ですね。はい、これ使って一品作ってまいりましょう。はい、本日は何を作るかと言いますと、鶏胸肉が進むくん。いやもう進むくんシリーズいいねこれね。料理名考えないでいいからね。とりあえず進むくんさえつければまあこっちのもんだぜみたいなそんな感じです。それではね、早速始めましょう。まずね、胸肉ちょっと少しスライスしますかね。スライススライススライディングですね。はい、そうしたらこれをね、茹でて、まあバンバンジー風みたいなね、あんな感じにちょっとほぐしていくか、細切りにしていきましょう。はい、こんな感じです。はい、それではね、これ持ってバーナーコーナーの方へゴーしましょう。はい、ただいまね、バーナーコーナーの方へやってまいりました。お鍋にね、お湯が沸騰しております。はい、そうしたら、この鶏肉の重量に対しての 1% のお塩ですね。はい、お塩をお鍋の中にパラリーノですね。はい、そしてお酒少々、パッカリーナと酒入ったよ、お口に入れたいけど今日は鍋に入れちゃうよね。はい、そしたら一気に強火にして鶏肉がっつりとね。はい、あとはね、これ茹でるだけでございます。鶏肉なんで完全にね、火通しましょうね。はい、お分かりになりますでしょうかね。アクが出たんで、あっくんあっくんあくつくんですが、くさお元気でしょうかね。はい、すくってね、完全に火を通していきましょう。それではタレ作っちゃいますかね。はい、それではですね、鶏肉を茹でてる間にね、タレ作りですね。はい、混ぜ混ぜ混ぜんこ混ぜりーのと、お前何混ぜてん、どんな調合なんだ、それどんな配合なの教えてみたいなね、声が聞こえてまいります。これあれです、前々回ぐらいにほうれん草のごまあえやったじゃないですか、あれのタレですね。作り方はね、そちらのほうれん草動画を見てください。下の方にね、忘れなかったらね、リンク貼っつけとくんでね、それ見て作ってくださいね。はい、それこれプラスラーニーだね、ラーニーね。はい、ラーニーをガツンガツン、パッカライナとね、まあ彩りなんでね、ラーニーはでもラーニー、まあニラはね、合うね、合う、間違いなく合う。そしたらこの中にタレの中に一緒にガツンガツン、パッカライナだね、はい、入れて、あとは混ぜ混ぜ混ぜんこ混ぜリーヌとしてね、鶏肉がゆだるのを待ちましょう。もしニラなかったらさ、あれでもいいよ、ピーマンね、ピーマンの千切りでもいいし、あとインゲン茹でたやつとかさ、それからさや、絹さやを茹でたやつとかでもね、なんかこう青いのが入ると綺麗になるんでね、そんな感じでお願いです。でもまあニラ間違いないからね、生で食えちゃうからニラね。はい、それでは鶏肉の茹だるのを待ちますか。はい、鶏の胸肉ですね、いい感じに茹だりましたね。はい、そうしたらこれを引き上げて、今日はスープこれ作っちゃうからね、鶏肉スープみたいなね、取れねえな取れねえな、よいしょと。はい、ラスト入ります。はい、それではね、鶏肉持ってまな板コーナーの方へゴーしましょう。はい、鶏肉持ってまな板コーナー参りました。ちょっとね、熱いんで気をつけてねこれね。そしたらさ、なんていうの、こう薄く切るなりね、厚く切るなり、俺厚い方がいいよって方はね、分厚いのってください。これ生か、生じゃないな、鶏皮がちょっとくるってんのかこれね。まあいっか。はい、それではね、ガツンガツンね、切っていきましょう。まあ裂ける場合は裂いちゃってね、いいですよ、こうバンバンジフニを裂けるな裂けるな、熱いな、熱い熱い。でできた順にね、こんなにガツンガツン、パラライカとね、入れていきましょう。熱いなこれ、うわ裂けるけど熱い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 よ、熱い、やばいやば熱です。はい、ガツンガツン、パッカーライナですね。生か、なんかこれ生っぽいか、生っぽいな、危ないな。じゃあちょっとこれ避けといて、これレンチンしようね、危ないからね。やっぱね、鶏肉生は結構危険だから、食えるやつはね食えるけどね、鶏のたたきとかね、ガツンガツン、ここは大丈夫だね。よいしょ、はい、ラスト。
大丈夫だね。なんでこれなんだろうな、なんだろう、まあいっか。あ、これ生臭いね、ここまたね、やばいやばいやばい。はい、じゃあね、とりあえずこれ危ないんでレンチンして、ね、一緒にガッツンガッツンと和えていきます。はい、鶏の胸肉ですね、レンチン完了になりましたね。あとは混ぜ混ぜ混ぜんこ混ぜリーヌですね。愛しの混ぜリーヌどこに行ったんだい、今年こそは帰ってきておくれってことでね。はい、こんな感じで完成です。はい、あとはね、器に盛り付けて、いい香りだよね、いい香り。器に盛り付けて食してまいりましょう。とその前にスープ作っちゃうかこれ。はい、またまたバナコマの方にねやってまいりました。さっきのね、茹で汁ですね、結構綺麗なね軽油ね、鶏油浮いております。さあちょっとこれ味見してみて、さっき 1% のね、肉に対しての 1% の塩入れたんで、ちょっとここで味見しましょうね。あ、オッケーオッケー、もう全然味付いてないよ。そうしたら今度はこのお湯に対しての 1% のお塩ね、はい、1% のお塩入りましたね。はい、そしていつものように香り付けのお醤油パック辛いなとね。はい、こんな感じでお願いします。おっと、ブラックペッピーどこだ、ちょっとブラックペッピー探してくるよこれ。はい、ペッピーやったよ、ペッピーペッピーブラックペッピー、2振りぐらいでいいねこれね。はい、それってここで味見してみますかね。いただきます。いや、鶏の味が生きてるね今日はみたいな感じではないでしょうか。そこをしたら、まあ、あとは好きな、ね、具入れてください。カットワカメの身そのままぶち込むのはすぐ増えちゃうからね、もう増えて増えて、どんだけ増えるんだこの野郎いいみたいな感じになってしまいます。もやしでもいいしね、卵かき玉でもいいしね。私的には今日はねラーニーをね入れて、ラーニースープだね。ただもうラーニー入れたらコーヒー止めちゃうね、もう余熱でガッチリだから、もうこれ生で食えるから、生で食った方が栄養上がるからラーニーね。えい、ラーニーのいい香りしてきたよね。はい、これでスープも完成となります。それではテーブルの方に運んで一挙に食っちゃうぞこの野郎、食べちゃうぞ。はい、テーブルの方にですね、鶏胸肉が進むくんですね。まあ鶏胸肉何したって進んじゃうけどね、まあとりあえずもっと進ませようってことでね、作ってみました。はい、それではね早速食してみましょう。いただきます。間違いないだろう。うまっ、最高だね。はい、そしてスープ、あ、うまいな、うまい、合うね、合う、ニラが合う、すごい合うね。こっちもニラスープね、いただきます。あっつ、いや、さっぱりうまいな、さっぱりうまい。これお好みでこれだね、やっぱね、ガッツンガッツンかけすぎんか今日もこの野郎みたいな。これさっぱりうまい、うまいよ、いただきます。あー、おいしい、あったまるね、あったまる。はい、それではね、ガッツンガッツンの飯の方もいきますか。いただきます。まあ間違いないね。あ、ちょっと鶏皮苦手な人はね外して焼いて食うとかね、別の料理作ってくださいね。結構うまい、鶏皮でもうまいからね。いただきます。おいしい、飯息食いだこれね。いただきます。ほんとおいしい。いただきます。いやいや、おいしい、おいしい、おいしい。まあうまいね。うまい。でこれさ、冷めたらなんかまあこういう器でもいいし、なんか立つまでもいいしね、蓋して冷蔵庫ね、まあラップして冷蔵庫に入れとけば次の日の夜ぐらいまで大丈夫。全然平気だからね。お弁当のかつ煮ちょこっと入れてもいいしね。このタレがあるじゃん、これがさもっとしみしみになるからね。もうそうしたらもうお弁当のおかずに最高じゃないんだよね。まあうまいね。いただきます。だからほうれん草のごま和えのさタレ、あれ1個覚えておくといろいろ使えるよね、ほんとにね。ほうれん草作った時も言ったけど、大根でもいいしさ、オニオンスライスとかでも多分うまいんじゃないかと思うんだよな。はい、スーピー入ります。これ一石二鳥でね、スーピー作ってね。いただきます。熱っ。でまたさ、胸肉ってまあまあお安いじゃないですかね。いや、それの時ドカンと買って
もう2、3枚ばっかんばっかやったら食卓に大皿とかドカンやればもうこれまあ間違いなく胸肉進むって感じですよ本当に。うん、まあたまんないから。まあでもニラが合うな、ニラが合う。いただきます。うん、うん、おいしい。ニラは生で食うとすげえ栄養があるんだよね。うん、アリシンもすげえ入ってるしね。うん、ビタミン C も入ってるしね。いただきます。うん、うんうんうん、やばいこれ止まんないよマジで。うん、うん、おいしい。うん、あまりにも美味しすぎてやや無口になってしまいます。うん、ほんと美味しい。うん、スープか。うん、あー美味しい。このコンビだな。まあこのコンビだな。うん、美味しい。やっぱそこでちょっと日本酒を入れたのがこれグーだね。最高じゃないでしょうか。うん、ほんと美味しいこれ。うん、ほんとさっぱり美味しい。うん、うん、美味しい。たまらんね。ほんと美味しいです。うん、はい、ということで本日も最後まで無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日はこちらですね。うん、鶏胸肉が進むくん。いやすいません、なんかもうね、進むくんってつければ大体こうね、メニュー名考えないでいいんでね。うん、楽です。まあ要するに鶏胸肉のごま和えみたいな、ね、感じですね。はい、うん、でも非常に美味しいんでね、うん、ぜひともね、作ってもガツンガツンパラライカとね、もう食っちゃってくださいね。はい、そして皆様に一つお願いございます。動画アップのモチベーションを維持するために皆様の温かいグッドマーク1票を入れていただければ幸いかと思われます。それでは失礼いたします。またお会いいたしましょう。じゃあね、風邪ひくなよ、歯磨けよ、風呂入れよ。じゃあね。